はい。皆さん、明けましておめでとうございます。2021年になりましたね。今年も1年よろしくお願いしますということでね、新年のご挨拶としてね、ちょっとね、動画を上げさせていただきました。まあ、とはいってもね、実は私の動画を撮ってる今日はですね、アメリカの西海岸時間ではまだ2020年12月31日でですね、大晦日、真っただ中です。まあ、動画を上げる頃ね、多分、こっちも新年になってると思うんですけども、まだ2020年なんでね、ちょっとそれで明けましておめでとうございますっていうのはちょっとね、いささか不思議な気分であると思うんですけどもね、今年もよろしくお願いしますっていうね、内容でお話ししていこうかなと思います。ちょっとだけ9年の、ことなんですけども、9年はね、本当にたくさんの人にね、応援いただきました。去年とかね、ツイッターとか確か4000人ぐらいあったんですよね。2020年ぐらいの時。で、その時はまだ、株のこととかあんまつぶやいてなくて、どちらかというとテックのこといっぱいつぶやいてて。で、4月ぐらいから、テック株のね、ことをつぶやき始めたらね、ちょっといろんな人にいろいろ見ていただけるようになりました。で、YouTube の方も9月ぐらいからね、本腰を入れてあげたんですけどね、そこからスタートして、わずか3ヶ月か4ヶ月ぐらいで、1万2000人の人にね、応援いただけたのはね、本当にありがたいことでね、本当に皆さんの応援抜きにはね、ここまでね、なんですか、私自身も毎日、情報をお届けしようかなって気持ちになれたのはね、本当皆さんの応援のおかげなのでね、本当に9年はね、本当に応援いただきありがとうございましたと、本当皆さんのおかげです。改めてね、ここで御礼申し上げたいと思います。で、一つちょっと謝らなきゃいけないことが、ツイッター上でね、ちょっとね、こういうなんかちょっとクソコラ画像をね、出してね、大晦日に動画一本出そうかなと思ったんですけど、ちょっと、昨日、投資案件が一本、投資案件っていうのはあれですね、本職の方の投資案件がちょっと一個入ってしまって、ちょっと動画を出す、時間がなくてね、ちょっと出せませんでしたって感じですね。本当は、こうなんか、しっぽりと2020年をね、振り返る動画でも出そうかなと思ったんですけどね、ちょっとこれは 出せませんで、いろいろありましたよね。ズームとかファストリーとかね。そういうのをやろうかなと思ったんですけども、ちょっとこれは出せませんでしたということで、もしニーズがあればね、2020年を振り返るね、動画はやろうと思いますけどね、今はもう未来を向く時期だと思うので、これはお蔵入りとさせていただきます。で、2021年なんですけども、引き続きね、私の本職もシリコンバレーでね、テックを中心に見てる VC な、テックを中心に見てる VC なので、引き続きテック銘柄中心にね、最前線の情報をお届けするという方針でね、やっていこうかなと思います。で、多分2021年は、2020年ほど簡単な相場ではないかなというふうに思ってます。テック銘柄もね、軒並みもう、テック銘柄も軒並み、割高に張り付いてしまいましたし、ワクチンができることによってね、相場の流れも大きく変わりますし、政治もね、トランプからバイデン、そして、下院は民主党のままですけど、上院もね、首相としては民主党になるかもしれないんで、政策的にもね、転換があったりとね、ちょっといろいろまた、2021年もね、なかなかこう、大変な年になるかなと思うんですけどね、そこはやっぱ皆さんとね、いろんな情報を共有しながら、交換しながら、だとね、YouTuber の横のつながりじゃないですけども、パンさんとかトムさんとかね、ジョーさんとかね、そういった方々ともね、いろいろお話しさせていただいているので、そういった中でね、いろんな人と情報を交換しながら、あとね、そのツイッターとかでね、あれですね、皆さんからね、いろんな情報をいただいて、いろんな情報を集めてね、広くね、私もね、情報発信できたらなというふうに考えてます。なんでね、難しいので、私がこういろいろ発信するだけじゃなくて、皆さんからいただいた情報をね、できるだけね、多くね、集めて届けていきたいなというふうに考えてます。で、2021年もね、引き続き改めてなんですけども、知るきっかけのね、提供っていうところでね、頑張っていきたいなと思ってます。もちろん、あんまりまずい銘柄っていうのはあんま紹介したくないですけども、ちょっとツイッターとか YouTube とかでね、英語のツイッターとか英語の YouTube とかで話題になってる銘柄っていうのは、どん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 出していこうかなというふうに思ってます。そうすることによってね、やっぱその新しいトレンドを知れたりとか、あとその米国株を通じてね、そもそもその株だけじゃなくて、アメリカのテクノロジーの株を知るってことは未来を知ることだと私は考えてるんで、もちろん皆様のその投資のね、なんかアイディアとか、そのお役に立てればっていうところもあるんですけど、投資しないまでも、その私のチャンネルでいろんな株のね、情報を知ることによって、未来を知ることができるかなというふうに思うんですよね。なんで、そうやって未来を知ればね、その他の方々よりね、その人生のその次の一手、二手、三手がね、よりその
効率的にね、打てると思いますので、株を通じてね、未来することできると思いますのでね、そういったところをね、ちょっとほんのりと目指していってます。コンテンツとしてはね、引き続き、銘柄の紹介、話題になっている銘柄の、さっとした概要だったりとかね、そういうのを紹介させていただいたりとか、もし私がね、ちょっとこの銘柄いいかもなとか、この銘柄気になるなとか、あと話題になっている銘柄とかね、たまに深く、分析していく内容をお届けしたりとか、あと英語記事、ニュースの紹介、で、テックトレンドの解説、アメリカの情報とかね。あとね、プラスアルファでね、ここ頑張ってきたんですけどね、どんだけこう、YouTube で笑いが取れるかっていうのはね、いつも私の永遠のテーマなんですけども、これもね、頑張っていけたらなというふうに思ってます。で、あと、皆さんからいろんな多くのコメントをいただいてますね。一つ一つ、基本的には全部目を通してます。目を通したら、ハートボタンを押してあげて、押してるんですけども、基本的には、目を通してます。で、今後もね、引き続き、コメントをお待ちしておりますと。コメントをね、いただいてね、それでコンテンツなどをね、考えてますんでね、今日の動画もね、もし終わった後にね、いろいろコメントいただいてね、今後こういうのやってほしいとか、こういうのどうですかといただいたのもね、すべて目に通してね、参考にさせていただいてますんで、で、すべて返事できないかもしれないですけども、できるだけその、ライクだけはね、つけていってるんでね、目は通してるってことをね、ここではね、お伝えしたいなと思います。で、役に立ちましたっていうね、声は非常に嬉しいですし、また不明な点、改善点、荒く言えば批判とかね、そういったところもね、甘んじておきますのでね、どんどんそういったコメントいただければと思うんですけども、一つだけね、コメントのマナーとか礼節とかはね、引き続きお守りいただければと思います。突然ちょっとタメ口だとか、ちょっとその、何ですか、悪意のあるコメントとかはね、こちらの方でね、ちょっと削除とかさせていただいてますので、そこでね、引き続き、マナーだけはね、どんな内容でもね、マナー、礼節っていうのはあると思うので、そこだけは守っていただければと思います。で、株だけじゃなくてね、ツイッター、YouTube、ブログの方もね、引き続き頑張っていきます。私はね、今、ツイッター、YouTube、ブログ3つ運営してます。ブログはちょっとね、若干スローダウンして、今、ツイッターと YouTube 頑張ってるんですけども、YouTube がね、また育ってきたら、またそのブログの方も力入れていこうかなというふうに思ってるんでね、この辺引き続きで3つのね、チャンネルでね、今後もね、情報を発信していこうと思ってますので、ね、よろしくお願いします。で、こと今回、これ今 YouTube の動画なんで、YouTube だけで言うと、やはり、どうしてもね、その銀の盾っていうところはね、目指していきたいなと思うのでね、この米国株グロースだけでどこまで、チャンネル登録ね、増やせるかわからないですけども、バフェット太郎さんとか、高橋ダンさんとかはね、あそこまで伸びてるんだったらね、不可能じゃないなと思うので、おそらく2021年はさすがにきついなと思うものの、長期目線ではね、やっぱ銀の盾ね、目指して頑張っていけたらなというふうに、思ってます。ではね、改めてですね、本当に、まずはね、今年もね、明けましておめでとうございますということとね、2021年もね、何卒ね、やすチャンネル、やすブログ、やすのツイッターなどもね、引き続きね、応援いただければね、非常にありがたく思います。今年もね、1年、よろしくお願いしますというね、今日はね、そういう簡単な動画のメッセージでした。ではね、明日からまたね、いろいろ、マーケットや銘柄に関する動画を上げていこうと思ってますのでね、明日以降もね、よろしくお願いします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。